サッカーエゴイストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れていらっしゃる、名古屋 FC の代表、尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。では、本日もよろしくお願いいたします。今日も、名古屋 FC の代表っていうと誰もわからないソ連の,のおじさんが、<laughs> 元なでしこジャパンキャプテン、ね、うん、はい、えー、池田さんをお招きして、うん 大学の監督をやられてるって意味では僕と同じ育成年代の難しい年代を預かってるんでしかし今日のテーマははいじゃあウンのテーマはですねアジア人で史上初の FIFA 最優秀選手賞を受賞したサホマレ選手ってどんな人それと何がすごかったっていうテーマで。 うん、これはね、まあ、一そのファンとしてちょっと聞きたいところがあるんですけども、は,い、草は誉れぞどううですかうーんそうですね、うんやっぱ基準値が全部がやっぱ高いですね、すべてにおいて。 あ、そう、あの、彼女がおいくつぐらいの時から。旧姓。伊勢崎さんは。はい。えっ、ー、と、もう高校生、私が初めて代表に。選出されたのが。うん、えっと。二十一とかぐらいなので、その時多分高校生だったと思います。うん、その高校生でもう沢とかは。 私よりも先にも代表に入ってたので、あそそそうううなんだでですそうですあそうなんだ17、う8歳、16、七7歳、17、七8歳の時ってことだね。そうですね。そうか。で、21位ぐらいで代表に選ばれた時はもうすでにいたという。そうです。でもあの、中心でやってたような感じですね、うん、沢は。 その基準っていうのはこう取り組み方要は技術とかっていうのはまあねその時のもうトップレベルだったのかもしれませんけども、はい、今池田さんが言われる基準っていうのはこう具体的に言ったらこうどんなようなことの基準が高いんですかね。 すべ、うん、てですねあのあの、まあ、予測する能力もそうですし代表選手なのでみんなそれぞれこういいところというか個性っていうのがあると思うんですけどみんなが1個しか持っていないこうストロングをサーはやっぱ何個も持ってるっていうか。その まあスキルというかサッカー選手においてのその感性も含めてそうですね前々回か前回の時にあの三山さんとかねあさんのちょっと話もしましたけど後ろから見てたね私の見てたところってあそこがいいのになって思わないところに出したとかっていうね三山さんの話とかね。 役割だからあれなんでここにいるのなんでであそこで触れるのっていうことってよくあるじゃないですか。そうするとディフェンスでいったら危険察知能力とか、うん、だからフォワードでいったらあ予測のねそういういボールが飛んできそうなところをなんとなく野生的にってそういう基準もさることながら、はい、取り組み方のところをちょっと聞きたいなに あのもう負けず嫌いぶりがあのああ尋常じゃないというかそ,うああそこはすごいですかねやっぱりねうんまあみんなそうですけどね、うん、代表まで行くとそうね、まあ、だけどそうだよねでも練習の1対1でも負けたら嫌とかっていう人結構多いですもんねそうですそうですもう本当にそうです、うんね、えだからミニゲームでさえもう真剣になってしまうとかはい いやだから、ね、それね、意外とみんなそうかというと、そうじゃないですよ、やっぱ大学生見てても、ミニゲームはミニゲームじゃないですか。<laughs> <laughs> あそこで気狂うやつ、はい、気狂うやつも中にはいるんですけど、でもそこが代表の良さなのかな、気狂っとるんじゃないのっていうことを言わずに、白い目で見ずに、大学生あたりだと受け入れられないんですよ、そういうやつは。 そこを受け入れさせる空気を作ったりなんかここをちょっとなだめていったりならしていくっていう作業も僕らしなくちゃいけないじゃないですか。はいでそうするとさあさんなんかはそのストイックにトレーニングも取り組むっていう例えばこう怪我とか、はい、そういう自己管理とかっていうところもすごいんですかねやっぱ。 そうですね、まあ、みんな、まあ、今,今,今の時代だからってことはない、まあ、あのそういう怪我の治療とかも含めてやっぱり今はすごく最先端なものであったりとかあるとは思うんですけど、まあ、昔ってそんなにねなんか捻挫なんてもう。捻挫だもんね。 今は何か人体損傷とかって言われるからあそうなんですね人体損なんかそのねえ捻挫はそれは人体は損傷するもんなんで、うん、そうだからまあその、まあ、人によってあの痛みの感じ方って多分本当に違うと思うそう違う,違うそこをこうその人にしたらねやっぱりすごい痛みに対して敏感な子はうん。 あの本当にできないんだと思うんですけど、うん、私は本当に疎いタイプだったので、うん、あのそうそう痛いってもうだめって思う痛みっていうのがよくあまり分からないタイプだったので教えたって今の子に <laughs> <laughs> それもなんかよしあしだなとは思うんですけどよしあしよしあしあのね J リーグができた30年近く前の話ね うん、J リーグの人たちが我々のような育成年代の指導者を集めて講習会をやりましたはい痛い言ったらやめさせましょうってほかに刺されても痛いって言ったらどうぞいって <laughs> じゃあ,じゃあ本当にそういう変な副反応的なことが出て、うん、痛さの基準ってみんな違うから、うん、ドクターの判断をまず痛い言ったらやめさせましょう言ったら。 うん、ええとこのボッチんはすぐ痛いって言うんですよ。ね。えー、だからねまあここはあの「イゴイストチャンネル」だから言いますよ僕はね。うん、だからやっぱそこのかといってやらせすぎちゃってボキって言っちゃいましたっていう,こう弊害があるから安心安全っていうところをこう最優先させるんだけども、うん、まあ同好会でやってくれと。 アスリートだからうちは、うん、競技サッカーやってるんで、ね、それはそこも勉強だと、うん、うんだったらとことん追求してドクターまで行ってセカンドオピニオンまで行ってっていうぐらいにこう最近は行ってるんですけどね自分の判断で痛いから休みますこれはもう勘弁してよ、うん、そうですねだからなんか、あのー、痛くてもやれっていうわけでは なくてななただなんか私は自分でその無理無理っていうかやっていく中でこの痛みはダメなやつだとかこの痛みはあのもう1回二3日休めば治るとかその辺を自分で判断できるようになっていってたので選手をやってそ,それはやっぱりねそこに特化していったり。 やっぱりそこにフォーカスしていくだけの勉強というか学習をしようという意欲と努力があるわけですよそうですだからなんかそ,それぞれみんな自分の体はやっぱり自分で判断お医者さんがじゃあ1ヶ月ダメって言ったら1ヶ月ダメって無<う>のみにするのではなくて、うん、1なんか1ヶ月ダメって言われても自分ができればいいと思ってたので実際だからなんか一応それ話は聞きますし病院には行きますけど捻挫、まあ、もなんか。 痛いけど自分ができる範囲内であったりとかそれでプレイして迷惑かけるぐらいであったりとかいつもと違うことしかできないのであればやめますけど別になんか自分が隠してやって誰にもばれないんだったらいいかなっていう判断でやっていたりとかだからなんか<あ>その辺はまあみんなー、ま、もそうですけど痛みにはもうみんなもうまあ多分そうなんだろうなあーだからね サッカーって状況判断って最近よく言われるじゃないですか育成年代は、はい、判断遅いよ、判断早いよとかね、はい、もっと判断早くしろよってってだからサッカーのボールを出すとか、ね、シュート打つとかって判断よりもそのサッカーに向かう体のことの判断今のね痛みの判断もそうですし体がこういいとか悪いとか体調が今日いいとかはい、はい 今日軽いなって自分で感じられるかどうかっていうのをやっぱり日々のこうトレーニングの中でこう追求していかないと、はい、そうですね、うん。我々が例えばアップの時に調子のいい選手を使いたいって言ったときに、本当に本人の意思、今日は軽いとか重たいとかあるじゃないですか。はい、見ててもはっきり分かるようなやつ見るじゃないですか。はい、今日はあいつ重てえよなってた分昨日夜の2時、3時まで多分遊んでたんだぞとかね。<laughs> ああ、高志たちなんか夜中の3時までバイトしてましたもん。あそうですね。これはるよも大事で高志。<laughs> ね。<laughs> だから、そうすると今のサーさんとかの、こう、何がすごいかって言ったら、すべての基準が高いっていうことは、はい。オンザピッチじゃないところの、こう、基準も高いっていうことですかね、やっぱ。そうですね。まあみんなやっぱりもう、うん、うーん。 まあ先ほどあのおっしゃられてましたけど本当にあの目標が自分の中で高い目標があ,れあるっていうのであれば本当に代表選手だろうがあの大学のカテゴリーであろうが一緒なんですよね目指すもの。だからそこに向かうにあたって代表だからどうだとかそういうものはもう全く持ってないから。 そこにその目標に対してどれだけこう自分の日々のサッカー以外の生活をまあ犠牲にするっていう言い方はなんですけどやっぱりそれだけ全てをかけてあの常に何してる時もやっぱりサッカーのことを頭に置いた上で行動してますしあの毎日の生活の中で明日の練習に支障があるようなことは極力避けて。 あのサッカーやってる時はそ,れそうやって生きてましたしなんかだからこそ別に大事な試合大事な試合ってあっても別に慌てることもないし常にそこに,めそこに合わせて生活してるからもうその時にはもう今までこんだけやってきてるんだから別にその日にできる全力をやればいいだけの話じゃんっていうだけの,あの心意気で入れていたので、まあ、だからなんか。まあま かかそこかなって思います。どれだけそこにかけれたかっていうだけの話かなって思います。うん、まあね、本当、あの中学生あたりでもそうだけど、試験勉強で休みますお前よ、言って、試験勉強って毎日やっとけよって、き <laughs>、ね、今日は徹夜をします、うん、お前、バカがっていう話と一緒ですよね。 だから常にこう準備をしていくっていうのはそういうことなんで、はい、あでもね、僕ねちょっと話がちょっと飛ぶかもしれないですけどサーさんって、はい、こう画面ですから僕ら見ないわけですよ。はい、ねだけど、うん、こう引退されてからちょっといろんなバラエティーにも含めて、ね、テレビにも出てこられる時期があって今はほとんどないんですけども、はい、人柄的にも相当いい方なんじゃないですそうですねあのー、まあ ピッチに立ったら、まあ、もう、<に>まあ、そうですね、でも、なんか引退して、テレビとかで見ると、もうそもそも全然表情違うじゃないですか、顔が。ああ、そうなんだ。もう全然違うと思います。まあ、私もよく言われるんですけど、やっぱり引退、現役の時の顔って、なんかどっかで戦ってる顔してますよね、なんか。そう。<laughs> 気抜いてないっていうか。 ちょっと、ね、<laughs> 顔変わったってすごい言われますしなんかやっぱ勝負の世界に生きてないからまあ監督としては勝負の世界生きてますけど自分がピッチで戦ってるわけじゃないのでなんかやっぱり表情もなんか沢とかテレビで引退してから見た時にやっぱり全然違うなって感じますしだからそう思うとやっぱりその場あの。 場所にいて日々なんかやっぱそうやって常に戦うことを一番優先に考えてるとやっぱ気が抜けない顔してんだなってすごい思いますよね。なるほどな。うん、でも勝負はね疲れるですよ。ねあそれこそ僕はこの年になってその昨日おととい名古屋産業大学が。 一部残留を決めたんですよ。一部に行くこと自体が難しいだろうって東海のレベルが低くても12人13人のヤンキーから始まって、はい、二回りで一部に上げるっていうのはそう簡単じゃなくて、うん、でやっぱりこう勝った負けたっつってドキドキするんですよ。うん で、ね、やっぱり中学生でも昨日あのジュビロ、岩田にうちのこうチームが負けて、東海大会ベスト8止まりだったんですけど、はい、それでも行ってないけども、勝った、負けたってきっとどうだろう、どうだろうってなるじゃないですか。最近血圧高くなってきたんですよ <laughs> <laughs> いやでも、本当にあの頭に血が昇るとか言いますけど、本当にガーってなりますもんね。 僕、いまだにベンチこうやって足組んで座ってて、はい、クロスが上がると、はい、ベンチからこ足が出るんですよ、<laughs> こ,こういう感じで。<laughs> <laughs> するんですよ、僕、自分フォワードだったんで、<laughs> よ40年以上前からこう、足が飛び出るんですよ。はい、そうするとあの 最近気が付くコーチもいて。監督の足が伸びたみたいなね。<laughs> まあ、そんなことを毎日毎日続けてると。はい。血圧も高くなるね。ね、それなりますよね,ね。あの、まだお若いとは言えども。<laughs> いや<ー>、まあそろそろ。ね、曲がり角に来てると思う。んでそうですよね。あれですよね。本当になんか自分がやってる方がマシですよね。 そう,ですそうです、そうですもう本当に、当にもう、ぐったりですよ、ね、そうそう、監督とかは、もうぐったりですよ、本当に。ね、だって、その試合だけの準備から終わって、明日のリカバリーのこととか、それこそさっきのメンバー出てない子のことをちょっと考えたりするのは必ずあるじゃないですか。うん、ねえそうそう四六四十考えている可能性高いんで。うん 夢の中で明日の練習何だったかなってできます僕。<laughs> まあだからまあそろそろ引退もまつかなって自分では思ってるんですけど。いやー<の>まだいやーまだ、ね、ちょっと大変。うんうん、だからまあね、うん、どういうふうにだから僕らのエンドレスじゃないですか選手は入ってくるし、うん、ここで区切りなんじゃあなって言ってやめられない。 のもあるしはい、はい、ねえそういう意味ではエンドレスだからやめどきがわからないっていうのも全然ありますけれどもねうんまあだから本当そういうことを考えるといいんなら商売かなうん僕は町家からずっと来たから、はいうん、こう好きな好きなことやってどうせいいよねって言うけどな何が何が好きなことって結構疲れるよ。<laughs> 特に僕ら勝負があるからね。はい。うん。まああと人生も預かってるわけじゃないですか。うん、そうですよね。ね多少なりともね。うん。そうですよね。本当こっちの方が大事ですもん。うん。僕学生高しにこの高しに聞いたら。二十二歳から先にどうしていくかってこの四年間最後の四年間の実習期間だと。 そうですねこっから先はもうこんなこと言ってもらえないよって,ってうんねえ貴司君はい、まあ、今身につまされてる感じなんで <laughs> これは男子でも女子でも一緒ですもんね <laughs> はい最後に一個だけはいそういえば澤さんってはいそのなんだっけ男子で言ったらバロンドールだっけなんが。あ あのメッシュとかあれ女子で初めてアジアで取ったんですよね。そうですねはいじゃあ,あれってやっぱすごいことですよね。すごいことですよね。<laughs> いやいや単純にみんな言うけどアジア人っていうのも日本人で取ったわけだから、ね、アジア人が初めて取ったって言うけど我々日本からしたら日本人が取ったっていって大谷翔平が今度 MVP を取るぐらい。 よりももっとすごいことです。これそれかん単純に言うけどもっとまあ国民栄誉賞ももらった方だから、はい、当たり前なんだけどもまあ普通の主婦になっちゃったかあの人も。まあでもしゃべよね女性の方って言ったらこれまた差別だって言われるかもしれないけども。うん お母さんになっっっちゃゃたらやっぱねしゃあないよねしよそうですよねまだね多分ちょっと手がかかる年かなと思うのでね,ね沢のところははいだからもうでもあの人やっぱサッカー界には戻ってこないんかなまあでもいつも言ってるのはあのー、まあ感覚でやってることが多いからもう。うん あの指導はないっていうふうに常に。あ,あ、そうかもしれん。あ、そうかもしれん。教えられないって言ってます、ね。あ、そうかもしれんね。でも、やっぱ。男子だろうが、女子だろうが。関係なくして、あの人がこう、サッカーの場面にちょっとでも出てくるっていうことは、刺激にもなるし。そうですね。あの、こ、子供たち。 ねあの人が現役時代のことをよく知ってる子たちがそのうち大人に大人っていうか親になってくる世代が来るわけだから、はい、あのもし今度お会いになられたらですねはい名古屋のヘンてコレーのおじさんが、はい、<laughs> そ,のそうやって言ってましたと <laughs> やっぱさあさあもうちょっとその間接的でもいいから。 その女子サッカーは僕は正直言ってこう,こういう波は絶対あると思うんですよ。はいうん、今確かにそのだいぶ基準が高くなったところで推移はしてるけれども、はい、皆さんが土台作ってバーンとなったこういう急激な右肩上がりがね、うん、そう訪れるわけじゃないんで、はい、でも澤さんは必要だって言って名古屋のヘンテコレーなおじさんが言ってましたよって言って。 <laughs> <laughs> ねえそうですよね、本当にまあ指導者じゃない、紗和さんは別に指導者はやらなくてもいいと思うので、でもやっぱりあそこまでのね実績がある、もう本当にいろんな人に影響を与えられる人だっていうのはもう間違いないので、の何らかの形でね内田さんみたいに、あの男子の内田さんが今、ロールモデルかなんかやってるんです多分 内田さんなんか理論派だし、うんね、そういう世界も見てるから、はい、あの位置じゃないところにも行っちゃうんだろうけどもそうですねだ澤さ,さんなんかぴったしなんじゃないのそういうのは、うん、ね,そうねあなたその基準じゃダメよなんてね、うん、理論的じゃなくてもその一言だったら絶対聞きますもんねはいまあ僕は日本協会の方にも行ってきますって <laughs> 直接そのようになんか変なおじさんがなんかこうサー、はい、さんのことを言ってましたよみたいにはいぜひ言っててくださいはいということで今日は長いこと <laughs> 本当に時間超過をしてしまいましていえ親父の独り言ばっかでいえとんでもないですじゃあまたあの時間改めてもうちょっとょはい 育成のところも聞きたかったと思いますので、はい、ぜひ今日はどうもありがとうございましたあ,ありがとうございますいろいろ楽しかったですすいませんお世話になりました